はい、胸に詰まると、質っぽいんですけど、またこのアクションカメラですね、の撮影です。低価格予備性アクションカメラの、このカメラですね、1週間にわたって、テストしてきました。いかがでしたでしょうか。とてもですね、いいカメラだと思います。私の中ではですね、これだけ連続して、テストをしているということはですね、お気に入りになったカメラというふうに、ご理解いただければと思います。4K アクションカム。This camera I like。 まさかのですね、裏蓋ハウジングケースの裏蓋で、これだけ音声を拾うとはですね、思いませんでした。ちなみにですけども、手元にあるアクションカムで、ハウジングケースに入れてですね、これだけ音声が拾えるカメラはないですね。受けの動画を上げてる方がおっしゃってるんですけど、なぜかですね、どうしても YouTube に投稿すると画質がですね、落ちるんですよね。だから 4K よりもフル HD の60フレームの方がですね、綺麗に見えるっていうことがですね、あるんですね。なんででしょうね。まあ再圧縮かかるって言ったらそれまでなのかもしれないんですけど、まあなんやかんや言いながらですね、夜がほとんどなんですけど、いろいろとテストをしてきたこのカメラ、なんて言うでしょう、めっちゃ安い 4K カメラと比較をするとですね、あれですけども、やはりそれなりの安い中でもですね、それなりの価格のですね、4K カメラであればですね、そこそこ使い物になるんかなというふうに思います。メイリーデイ、イエーイ。レインデイ、レイン、レイン、レイニーデイ、スローライディング、レイニーデイ、スローライディング、ダンディー、ダダダン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 。参考になりましたでしょうか。ではまたご覧ください。さようなら。